関東で押してで雇用形態正社員で検索で新着、うん、で、ま、バーって見て気になるやつがあったら、ま、とりあえずどんどん気になる押してって、うんま、最後にその中から、ま、何個か選んで、うん応募していくって感じでした。その前職が心療内科だったんで、また同じく心療内科がいいなと思って、ここに心療内科、心療内科って入れて、ポチッと検索して、ここから関東で正社員。新着で絞って見る時もありました。